渦中の中で実際お金が返ってこない人に一言お願いします。はい。こういう人に対して僕ね、明確にアドバイスできるんですけど、投資詐欺とかで、要はお金騙されちゃうじゃないですか。で、みんな訴えるぞって言うじゃないですか。訴えても意味ないですよ、あんまり。詐欺師はそれ盛り込んで、要は計画の中に入れて、騙してます。で、訴えたとしても、結局じゃあ裁判所の命令でね、その詐欺師にじゃああんた1000万円返しなさいって命令が出たとしても、詐欺師はお金ないですってやるから取れないんですよ。よくない袖は触れないって言うんですけど、日本って最近財産開示制度とかいろいろなんか変わりましたけども、基本的にはないものは取れません。ないものは取れないので、お金がない人からお金は絶対取れないようになってます。じゃあどうすればいいのかっていうと、僕はすごい必殺技が1個あって、それはね、債権者破産っていう制度があるんですよ。その制度何かっていうと、債権者、要は1000万円払えって、詐欺師に1000万円払えって言われた人、1000万円取る権利がある、まあ、債権者の人が、申し立てをすると、相手を強制的に破産することができます。これを債権者破産制度って言います。で、これが効くか効かないかも結構あるんですけど、よく詐欺師ってなんか肩書きがある詐欺師って実は多かったりするんですよ。例えば上場企業に勤めてますとか、上場企業の社長ですとか、まあ、社長はないかもな、上場企業の役員ですとか、そういうケースって結構あるんで、そういう人たちに対して、肩書きがある人に対して債権者破産をすると、要は自己破産するわけですよね、その人たちが。で、自己破産するってことは、やっぱ経済人にとってかなり致命的なことなので、官報にも名前が載るし、あいつ自己破産したんだって一生言われるんで、みんな避けたいんですよ。そうすると、自己破産したくないからって言ってお金を返してくる可能性があります。可能性ですね。まあ、でも僕なんて、まあ、僕ね、もう飛んで関係ねえ、俺なんて関係ねえんだ、金だけ取って逃げるんだみたいな気合入ったやつは意味ないですけど、聞く人は聞きます。なので僕は債権者破産をかけるのが最後の砦で、それでもダメだったらもう諦めるしかないですね、正直。日本ってそういう風になってるんですよ。別に警察に言ったって遅いし、受理してくれるか分かんないしね、まあ、そんなもんですよ。日本の、ね、その投資詐欺とかって結構やっぱ外国に比べて多分僕甘いと思ってて、詐欺師が強い、有利なんですよね。だからそういうふうに騙される人が減らない、減らないんじゃないかなと思ってます。